スティービー・ヤングはスコットランド出身のギタリスト。ハードロックバンド ACDC のギタリストであるアンガス・ヤングとマルコム・ヤングのヤング兄弟の甥いにあたり、1988年の ACDC のアメリカツアーではマルコムの代役としてステージに上がった。2014年からマルコムの病状悪化による脱退に伴い、公認として ACDC に参加する。 スティービー・ヤングはもともと1970年代の遅い時期にスコットランド南部のホイックでいくつかのバンドで活動した後1980年に結成した自身のロックバンドスターファイターズで1980年代初めに2枚のアルバムを制作した。ファーストアルバムストファイターズをリリースしたスターファイターズは ACDC のアルバム バックインブラックのイギリスツアーで前座を務めた。スターファイターズは1983年に解散し、その後1987年に一時的に再結成した。しかし、もはや AC、DC の支えもなく、再結成はうまくいかなかった。1988年、AC、DC はアルバムブローアップユアビデオのツアーを5月3日のメイン週 ポートランド公演から始めたが、当時アルコール依存症が進んで対処が必要になっていたリズムギターのマルコムは、このアメリカツアーではステージに上がらず、代わってスティービーがその穴を埋めた。ファンの大部分は、スティービーがマルコムに要望が似ていたこともあって、スティービーへの交代に気づかなかった。1989年、スティービーは新たにリトルビッグホーンを結成し、 そのデモテープをマルコムにプロデュースしてもらった。このバンドは BBC ラジオ1のトミー・バンス司会のラジオ番組フライデーロックショーのために演奏を録音したものの結局はレコードレーベルとの契約を得られないまま解散してしまった。その後スティービーはアップライジングを結成したがこれも長続きはしなかった。スターファイターズは AC DC にまつわるエピソードや関係者のインタビューを集めた2001年の書籍、Get You Are ジャンボジェット・アウト・オブ・マイ・エアポートに取り上げられ、また、レア版ガイドなどでも言及されることがある。ストファイターズ、ハット・エーシー・ DC、ベドラム・イン・ベルジャム、イングリッシュバージョン・ハット・ジョンソン、ハワード・ゲット・ユア、ジャンボジェット・アウト・オブ・マイ・エアポート、ランダム・ノーツ・フォー・エーシー・ DC ・アブセシブス、2001、 ISBN 978から19億279万9018ありがとうございます。